オルガは今は歌えなくなってしまったけど、恋人たちが集まる場所ですから。いらっしゃい。美人酒場。私はそんなに浮いているのか。潜入に仮面をつけていても不機嫌は隠せないな。歌を忘れた歌姫がご機嫌でいられるわけないわ。歌を忘れた。ええ、そうよ。歌いたくても声が出ないの。病気でも患ったのか。心の方はね。失恋で歌えなくなったのか。だって私が歌っていたのは全てが彼の曲だったから。私はね、パートナーの作曲家に捨てられたのよ。私を捨てたあいつが残していったたくさんの曲たち、旋律をたどるだけで悔しくて声が詰まるのよ。悲しくてではないんだな。あんたには分からないわよ。そうだな、分かり合えそうにない。ちょっと待ってよ。ねえ、私を捨てたあの人を探してくれない？どうして私に頼む？彼を横取りされる心配がなさそうだからね。人は人に依存しすぎちゃダメなんですよね。横取りされても恨むなよ。いやーよ、恨むに決まってるじゃない。私の愛しい人の名前はベルディよ。努力するよ。思い当たるところもあるしな。こんな変な依頼よく引き受けましたね。この町の、なぜ逃げた？訳を聞かせてもらおうか。ごめんなさい。僕はオルガなんて知りません。そうか、オルガの関係者か。あいつの。では、あなたという人を見込んで白状します。適当な嘘をつくな。いやいや、本当の話ですよ。僕はベルディ、作曲家です。オルガに永遠の愛を誓ってますが、今は顔向けできないんですよ。彼女に捧げるために書いた354曲目の楽譜をなくして。待て、354曲だと？ええ、長年の交際ですからね。よく発想が尽きないな。いえ、別に。彼女を思い浮かべるだけで見えない世界から音楽が降りてきますよ。天才というか天然というか。ところが僕らの愛に暗雲が立ち込めています。愛を込めた曲の楽譜を魔物に奪われてしまったんです。というわけで、あなたにお願いしたいこと、ぼちぼちお分かりですよね。いや、分からない。分かりたくない。では率直に頼みますけど、僕の楽譜を取り戻してください。お礼はしますから、どうかよろしく。勝手に話を進める性格はオルガと同じだな。ふん、血踊りの先の海岸で奪われた。あー、こういうのもやりながら行かなきゃいけないんだよね。でもちょっと時間的にもきついんじゃないかな。とりあえず使っときますか。時間止めるやつですね。どっちから来たか分かんなくなっちまったな。まっすぐだね。300曲も書けるなら、なくした楽譜のことは忘れて新曲を書けばいいですよね。この二人はもう完全にニコイチだね。言い返せばよ。あ、盗まれた。時は至れり。なぜ私が解放者だと思う？彼の目がそう告げておる。我らは錬金の断りを極める者。あの男は自らの体に秘術を施し、真理を見抜く魔眼を得たのよ。それで私に何の用だ？彼の託戦を受けるがよい。解放者の進むべき道が示されるであろう。ああ、彼ってのはスノーのことかと思ったけど違うんだね。錬金の業を極め魔眼を得た男の託戦を受けよ。 FF って漢字難しいよな。漢字の勉強にもなるわ。託戦、お告げのようなものか。何時解放者よ。我は見たり明日日の高く昇れる国、この地で我ら再び開口戦。ホープ、あの占い師をどう思う？目
ったいぶった言い回しでしたが、要するにお前は明日の昼頃また来るって言っただけですよね。占いでも何でもないな。身も蓋もねえな、その言い方。いらっしゃいませ。ここは情報、あ、あれだ、記録が変えるとこだ。ほっぷりたい。あ、でもここら辺は基本あれですね、三段に弱いやつらですね。あれ変えよっか。そしたらカスタマイズでさ、今イグニッションになってるけど、これさ、俺電気のやつ持ってなかった？ほら、サンダー買え。じゃあ、ソウルリベレーターで。これで OK。で、スクレストで魔力上げて、そうですね、魔力上げてるんだから、でもまあ、スパークブローは入れてもいいか。いや、いらねえか。サンダーの方がいいのかな。この強め、あ、サンダラレベル2があるね。あ、でも育ってないか。あ、でも強い、やっぱり。サンダラ。育てたサンダー。四角のとこはガード入れといた方がいいかな。ライトガードデプレテとかはいらないよね。じゃあサンダーで。ちょっと雷攻撃力アップとかあるもんね、育てといたから。デコろうか、せっかくだから。ライトさんを、この衣装かっこいいな。なんか蜂って感じですね。猫耳が似合う。あ、かっけえ。なんかリンガーハットの CM で出てきそうだな。私に任せろみたいな感じで出てきそう。エレクトロニカ、おっと間違えた。これをどうやってこうか。 OK。ホプリタイとかね、サンダーに弱いのは覚えてる。13でよく戦ったからね。苦戦してレベリングしたんだよな。思い出すわ。あ、やべ。危ねえ。あ、横から来やがった。サンダー、かい。近づいていった時に、こんな感じで撃てば、バックブロー。戦え。バークブロー。じゃあサンダーかい。サンダラ、あれ衛星兵は、あ、電気耐久じゃん。あれ、じゃあなんでさっきあれした、ノックアウトした。あ、レスキュー中にあれしたからか。そういうことだったんだね。てっきりサンダーにひるんでるんだと思ってたわ。ちげえんだ。きらめきの都へ。ここでは経験なガイド。 ID がどうしても。感激ツアーに参加するには裏ルートの案内人を探せばいいんですよ。はい、まあ、探すも何もこの町で一番目立つお調子者ですがね。あ、ライトさん、宮殿に潜入する方法が見えてきましたね。お調子者を探さなきゃいけなくなりましたね。サイドじゃないか、メインか。 ID カードは簡単には入手できなさそうだから、裏ルートの案内人を探し出すんだね。宮殿にほど近い新宅のエリアはゲートで閉ざされています。 ID、 いらっしゃいませ。 NO。 中では人気のあるアトラクションが行われている。どうしても鑑賞したい客のために裏ルートを案内している人物がいるらしいな。新宅のエリアでは。おっと、あそこ行く小粋なお嬢さん。演劇に興味がおありかな。隠したってお見通しですよ。劇を見たくても新宅のエリアに入れる ID がないからな。特別価格でチケットをご用意してあげましょう。チケットだと？すっとぼけちゃって。もう裏ルートの噂はご存知でしょう。 ID を持たない観光客の皆さんがユスナーン名物の劇を見るには
あたしの案内する観劇ツアー潜入大作戦に参加するしかありません。チケットを買ってツアーに加われば確実に見られるんだろうな。ノーノー、そんなの保証できません。演劇を無事に見ることができるかどうかはお嬢さんの運次第。さあ、運試しにチケットを買ってみなさい。ツアーの説明を聞いてからだな。乗ってきましたね。このツアーのポイントは物資を運ぶ貨物船。ユスナーンの工業地帯で生産されるたくさんの物資を運搬する貨物列車。その列車が通るレールの上が知る人ぞ知る絶好の展望スポットでして、工業地帯からレールに入ってちょっと進んだところから新宅のエリアを一望できて演劇も丸見えというわけです。だが見られるかどうかは運次第だと言っていたな。多少の危険が伴いまして、最近工業地帯はカオスの侵食が深刻でしてね。目的地にたどり着くには魔物の群れをくぐり抜けないといけません。劇を見られる保証どころか無事に帰ってこられる保証もございません。まあお嬢さんは感激だけで帰ってくるつもりはなさそうですがね。どういう意味かな。あなたがどこへ行こうが誰を狙おうが私は知ったこっちゃない。そういうことですよ、解放者さん。こちらの事情はお見通しか。お嬢さんの情報を A 氏に売ることもできますが、そんな私を信じるかどうかも運試しのうちってわけで。私を信用するならチケットを買っていただきましょうか。お嬢さんへの特別価格はなんと高っでもこれ買わないと話にならねえからな。裏切りたければ好きにしろ。さすが解放者さん、大胆ですな。ではお一人様ご案内。チケットに書いてある時間までに工業地帯へどうぞ。工業地帯のゲート前に私の仲間が待ってます。時間になったらそいつにチケットを渡してくださいな。工業地帯は中央通りの先、地上街の海岸を抜けたところですよ。時間厳守なわけなんで迷わないように気をつけていってらっしゃいませ。ではでは、毎度あり。了解。これが大変な人気で、 ID を持たない一部の観光客が高架の上から舞台を眺めているそうです。え、宮殿の近くを貨物船のレール。盗んだものを返してもらう。え、何のこと。妙な言いがかりはやめてよ。そうか、大人のくせに弱い者いじめかよ。返せばいいんだろ、返せば。ほらよ、取り返しちゃった。そうか、モグリの客たちがレール自体に新宅のエリアに入り込んでいるんだな。そうです、それが裏ルートの正体です。おそらく何者かがレールに乗るための裏口を手配しているんでしょう。裏ルートの案内人という男を探して接触して